猿渡広盛、明治十七年八月八日は、幕末、明治時代の新職、国学者、家人。武蔵国創者六諸宮勘主、大学中女教、所寮城、商船教師、教部省所寮係、内務省社事局事務取扱い、区内省五寮墓県。小山田智清の昭門十明の一人。平田厚影の復古神道に影響を受けて、廃物論を唱え、自社で、 廃物希釈を実行し、明治維新後は新政府で、新物分離を推進、全国の領母を調査した。文化8年5月17日、武蔵国府中宿、武蔵国府相者六諸宮官主、猿渡森明の長男として生まれた。陽名は、父と同じく、伊織之助。文政8年15歳となり、3月10日宣令に、従い新官主と称した。 文政9年9月仁儀官僚長、上吉田僚長より、新党再挙状を得て、文後と称した。高下元年父、森明が病のため過食を継いだ。文久2年官主となり、左衛門のと解消、慶応3年多いから無意と解消した。明治2年新職を、生きこ森枝に譲り、8月2日、大学中助教となり、9月25日所領状。 10月12日小選挙誌を、兼10月20日大学、明治三年6月17日選挙誌を辞して、所要上千人となった。明治四年8月4日、所領料が廃止されると、明治五年4月12日協部省に、出資、6月29日協部中六7月20日、所領係となり、同年9月、1875年1月と、全国の寮母を調査したが、 成果者は関東大震災で消失したという。明治十年一月十三日内務省社事局事務、取扱い、明治十一年三月一日区内小五両墓券となり、明治十二年十二月間を辞し、明治十二年十二月四日、辞職、明治十七年八月八日死去した。天保六年父の死、小山田智清に入門して交渉学を学んだが、緊迫する。 幕末情勢においては物足りなさを感じ、それ以前から神田明神家に平田厚種を訪れ、復古神道に傾倒した。姿森が井上頼国に語ったところでは、友清はよは、姿森の友清訪問を聞いたとき、君は瞬中に富むから私の発言を後に、証明できるだろう。厚種の名は、数と大いに敬がり、さらに十年後は天下にかまびすしく、 三十年後は、神として祀られるだろう。しかし、私は悲しいことにその頃には忘れ果てられるだろう。私が一生を込めた、軍書創作目録は、彼の国家偏術中の、古市長、海大記に比べるべくもない。私の編助は、決して彼に知らせないでくれ。と語ったという。安政二年一月十一日、水戸藩主、徳川成明から、昇降館和学局。 西の真事を通じて、キリスト教徒について、浸透家としての意見を求められ、同月と2月の2回にわたって権限書を提出した。鶴見重信から、国際情勢について、的確な対外認識を得ており、幕府の開国政策、西洋閉学の採用に理解を示す一方、外交文書に漢文を用いないこと、参内する、外国施設の三内には、異界、違法を与え、 住吉神社、大洗磯前神社に奉仕すること、弓、や、槍は、礼器なので、生えさないこと、軍艦は、城代の赤船に習い主塗りすることなど、形式面にこだわった上んな主張を行っている。尊能敬神の大道交流、国体五字を目的し、神技官三領の復活、一世一元の生の採用等を主張し、 父と同様キリスト教をさほど脅威視し,しない一方、仏教を激しく攻撃し、方針能勢の廃止等による神仏分離を主張する。現時元年、年中行事、五神事式、祝詞式、五仙朝神式を表し、武蔵国府総者神事への車僧の参加を停止した。慶応四年三月二十九日府中塾に宿泊中の東海道戦法副総督。 柳原咲光に対し、自社の仏道、仏像、社窓の排除について、伺いを立て、7月社寺裁判所の承認のもと、本寺堂、ごま堂、鉄仏堂を取り壊し、社窓を減属させて、社人とした。8月17日には、診療での仏僧再禁止を申請したが、これは却下された。幼少期から、日本古典、和歌に親しみ、天保12年、 加納諸平編、累代フグタマ州4編、嘉永三年、長沢智央編、累代鴨川二郎集安政元年、累代フグタマ州7編に入選している。門人には、府中宿大月代浦押立、村名主川崎新、蓮光寺村名主、富澤正宏、国分寺村本代江戸物木がいる。明治10年には、山田県駅編、 明治元孫十六河川に選ばれ、明治十一年、大久保忠康編、開花神大歌集では、新しい事物を主題とした、新大使に挑戦している。五歳千世子は、三戸藩商工館和学局、西野信明養女で、三戸上古典で、徳川成明室吉子女王に仕えていた。時代性愛は、天保十四年姿政治難として生まれ、明治十八年四月、 大国魂神社宮司となり、明治38年10月死去した、16位、君後藤。次々大森敦氏は、明治8年1月茨城県東茨城郡主、門村郡司康行次男として生まれ、明治43年2月、大国魂神社宮司となった、15位、ありがとうございます。